皆さんこんばんは、西村俊彦です。このコンテンツではですね、私が最近触れた映画や読書の感想などを、ちょっと喋っていきたいと思います。今回は読書の話ですね。読んだ本なんですけれども、筑摩文庫の太宰治全集10についてちょっと話をしていきたいと思います。そう、筑摩文庫でですね、太宰治の全集が出てるんですね。全10巻なんですけれども、書かれた年代順に、1巻から9巻まで作品が並んでおりまして、この最後の10巻については、随筆エッセイですね、随筆と分類されるものだけを集めてあるということでございます。で、まあ、なぜ10巻の話だけ、唐突にするかと申しますと、私太宰治の本に関しては新潮文庫で集めていたんですよ。なんですけど、新潮文庫だけだと読めないものが結構この筑摩文庫の全集の10に入ってるんですね。新潮文庫の方にもエッセイ集としては物を思う足というのが出てるんですけれども、これに入ってる作品はこの全集10の中の半分ぐらいかなという感じです。なのでね、手軽に読めるものとしては、手軽に手に入るものとしてはこの全集10で、補える作品が結構あるということで、新潮文庫プラス、この筑摩文庫の全集10で、太宰治の、作品をですね、大体読み切ったという形になっております。まあ、読み切ったっつってもまだね、読んでない作品もあるんですけれども、で、新潮文庫のその物を思う足の方にもですね、実は筑摩文庫の全集では読めない作品が入っていて、これはもう両方揃えるしかないなという感じでございますね。なので、筑摩で10冊揃えて、新潮の物を思う足を追加購入する、もしくは新潮文庫で出てるものを、全部揃えて、筑摩の全集10を1冊追加するというような感じで、文庫で出てるのは大体揃うであろうと。でですね、全集って名がついていても本当に全部入っているんじゃないんだっていうのは、この、太宰治全集筑摩文庫のに出会って初めて私知ったんですけれども、全集という名前でも入ってない作品は実はあるということでですね、同じ筑摩書房からはハードカバーっていうんですか、大きい豪華な感じの太宰治全集っていうのが、12冊出てるんですね。で、その筑摩書房の方の太宰治全集10の方には、この文庫の方の10と同じようにエッセイを集めてあるんですけれど、それに追加で、いろんな方の作品の、序文とか、誰々の作品に寄せるという形で、書いた太宰治の文章ですとか、本当に、短い、昔学生新聞とかに、その学生の自分に書いていたような記事のようなものも収録されていたりします。で、プラスで11巻12巻でですね、書簡ですとかそういったものが収録されていると、ね、文豪になるとね、もうやり取りした手紙とかもこうして保存され出版されてしまうというのは恐ろしいことだろうなとは思ってはおりますし、太宰治はね、やっぱりこのエッセイ集の中で結構書いていることとして、作家のその人自身というものと作品というものを混同しないでほしいと、こういう作品を書いてるからこういう人なんだって思わないでほしいし、そんなわけないでしょっていうことをよく書いてるんですよ。なので本当によっぽどね、嫌なことがあったんだろうと、というか嫌なことがあったということも作品に書いてあったりはするので、まあね、その気持ちは、
やっぱりものを書く作家にしかわからんものだろうなとは思いますけれども、本当にね、もう太宰治とか現代に生きてたらね、もう X とかで炎上しまくっちゃうでしょうねという感じがしますけれどもね。そうそう、そういうなんか作品と個人を切り離してほしいとか、そういうような主張ですとか、あとはね、結構そのなんて言うんでしょう、太宰治が小説を書く、創作をするにあたっての芸術論みたいなことがこの全集10の中のエッセイにはですね、もうふんだんに含まれていて、とても読み応えがある、一つの芸談として、とてもいいなという一冊でしたね、これはね、うん。でたまに自分の作品に対する解説みたいなものも書いてたりするんですけど、これも解説をつけるっていうことは太宰はすごく嫌ってたようでですね、そんなことをして何になると、そんなことをしないで受け取ってもらうために作品を作っているのに、私がかれこれこういうふうにこういう意図があってこうだとか書いたってしゃあないだろうというようなことですとか、あるいはですね、そういう芸術、まあ小説というものに対してそれは何の役に立つんだと問わないでほしいと、何の効能があるんだと問われたって、そんなことは知るかというようなことをですね、すごいたくさん書いてらっしゃいます。あと有名なとこだとあれですね、芥川賞を取れなかった時に川端康成へ向けて、書いた文章の刺すという、フレーズが一人歩きしておりますけれども、その川端康成へという文章ですとかも入ってたりしますね。なのでね、これは本当になんて言うんでしょう、太宰治その人がよく見えてくる文章ばかりが集まっているなぁと思っています。まあ、ただね、太宰の作品って、この10巻に収録されているものが随筆ということで呼ばれてはいますけれども、まあ見ようによっちゃね、全部随筆あるいは全部作品みたいなところもあると思うので、この随筆という線引きを、した人はどういう基準で、線引きしたんだろうなと思って、そこはね非常に興味深いところだなと思ったりしております。太宰治の作品を朗読するというのもね、もう朗読始めた、 YouTube に動画を出し始めた頃から太宰は読んでるんですけれど、もう全部読み終わるなんてことはないだろうなとは思ってたんですけども、徐々にね全制覇に近づいてきておりますね。この何でしょう、全集10が、読み終わったというのは割と何でしょう、私の中では嬉しい、ことでございますね。特にねこの10に入ってる女瀬我門なんかは読んでてもめちゃくちゃに面白かったですね。志賀直哉をバチボコにけなしているというやつですけれども、そのなんていうんですか、いろんなジャンルに老大家、お年を召した偉い方がいらっしゃると。でそういう方が若いやつはこれだからいかんという発言をするっていうのが本当に気に食わないということを書いてらしてですね、なぜ我々の視点に立ってくれないのかと、あなた方がそういうこれはダメあれはダメっていうことを不用意に言うとそれはダメってみんな思っちゃうんだから、もうちょっと気をつけてくれというような作品ですね、平たく言うと女瀬我門って。本当にねそういうことありますよねと思いますよね。やっぱ何にしてもあれはダメこれはダメみたいなことを言ってしまうということがもうそもそもなんていうか狭さ強量さみたいなことにつながるんではないかと私なんかは思っていて、もちろんね
ダメ、これはダメだって思うことはそれはありますけれども、でもね、よっぽどですよそんなのは、だからまあ志賀直哉にとって太宰治がよっぽどだったのかもしれませんけれども、でもね、本当にあれはダメこれはダメ言うてるとね、多分自分の芸が狭まっていくと思うんですよ。なのでこのやり方が正しいんだ、それ以外は認めないっていう姿勢でね、本当に良くないものだと私は思っておるので、なるべくそういうことは言わないようにしております。なんかね、演劇バリバリやってた頃、なんか若くて、私がね若くて生きてた頃には、なんか舞台見に行ったりするとブログによく感想なんか書いて、これは良くないみたいなことは書いてましたけれどもね、そういうね、なんか生きった若造がこれは良くないとか言うのと、老体化がいやこれはダメですねっていうのだとね、やっぱり重みっていうものは違ってくると思いますので、そこはね、なんかなんて言うんですか、年を取れば取るほど謙虚でいなきゃいけないなとね、思わされる如是我聞でございましたね。本当にね、特に朗読なんて人それぞれに違って当たり前なものだと思うんですよ。読書という行為が結局のところすごく個人的な体験になるのと同様に、その個人的な体験を声に出していくわけですから、私はこう受け止めたからこう読む、私はこう感じたからこう読んだっていうのが、現れてくるべきものだろうなって僕は思ってます。朗読にもね、いろいろな流派があるので、そういう読み手の、感想感情ですとか、解釈みたいなものは、絶対に載せない方がいいんだという方もいらっしゃいますし、それもね、それで本当に一つ、なんでしょう、一理ある、表現方法だなと思うんですけれども、僕はなんか自分で感じたことっていうのを載せていきたい方なんですね。まあそれは僕が演劇育ちだからというのもあると思うんですけれども、なので、自分なりの、演出というものをしていった方が私は楽しいということで、やっておりますね。如是我聞からね、こんな朗読、私はこんな風に感じてやっていますみたいな、話になってまいったりしますけれども、やっぱりこういうなんていうんですか、作家さんとかが自分がものを作るにあたってこういうことに、血と汗と涙を流しておるぞということを書き残してくださってる文章っていうのはね、やっぱりなんでしょう、時代が経っても全然古びない、要素があるなと思って、読みましたね。なので太宰治の全集10ですけれども、これね、非常に手に入りやすいんですよ。書店に行って千曲文庫のコーナーに行くと、少し大きめの書店だとまず置いてありますね。千曲文庫は他にも作家の全集結構出してまして、太宰ちゃんが大好きだった芥川龍之介全集なんてのも結構な割合で置いてありますし、あとは梶井元次郎全集、これは全1巻なんですけれども、これもよく本屋さんで見かけますね。あと太宰治全集、そして宮沢賢治全集、これも非常によく見かけます。やはり根強い人気がある、作家の全集なんだなと思いますね。なんか芥川太宰宮沢っていうところに梶井元次郎がね、食い込んでるっていうのはすごいなと思いますけど、坂口安吾全集も地区まで出ててね、私古本市で買ったんですけど、これなんかね、書店ではもうまずお目にかかれないですね。普通の書店だと絶版になってんじゃないかなという感じですけど、あと昔だと森鴎外全集みたいのも出てたみたいなんですけどね、なんかね、復刊とかしてくれませんかね。私森鴎外翻訳のファウスト、
を手に入れたいなとずっと思ってるんですけど、どこを見てもないですね。まあ、あのネットで買えばいいんでしょうけど、古本屋で出会いたいという欲望が一つあって、で森外全集も結構なんでしょう、ワゴンセールみたいなことで出てることは多いんですけど、ファウストの巻だけね、なんかいつもないんですよ。なので、もし見かけたぞという方がいたらね、教えてください。という何の募集かわからない募集をしておりますけれども、こんな感じで今日は太宰治全集10ちくま文庫の、感想から、朗読の話などなどしてみました。このコーナーではですね、私が触れました本ですとか映画の話、感想などを、こんな感じでね、私の私情も交えつつ、ちょっとおしゃべりしていこうと思っておりますので、西村さんこれ読みましたかとか、あるいはこれ見ましたか、おすすめですよみたいのがありましたらですね、ぜひぜひコメントなりなんなりで、教えていただけたら、嬉しいなと思っております。はい、というところで、西村俊彦のイン&アウト、インプットアウトプットという意味でね、こんな名前をつけてるんですけれども、こういうコーナーも、ちょこちょこと進めていこうと思っております。それでは皆様、ここまで、お聞きいただきありがとうございました。また別の作品でお会いしましょう。それでは皆さん、おやすみなさい。